指定校推薦で狙っていくような人は、はい、高校1年生の時期でもう評定をマジで狙いに行くと。尻は死ぬほど叩くよ。そう、あの、直接じゃないですよ。指定校は楽とかちょっと見下されたりもあるじゃないですか。まあ、あの、某 PB さんで。皆さんこんにちは、プロレスアカデミアの吉村です。はい、今回まあラオ先生コラボ第2弾ということで、はい、引き続きお届けしております。ラジオみたいな。確かにそうですね。はい、ちょっとあのコラボ動画まあ概要欄貼ってるんですけど、まあ全然すごいテンション差違うんで、まあちょっと僕は僕なりに行かせてもらいたいと思います。はい、はい、ただまあ1本目の方はちょっとまあ初対面ということもあっていろいろ経歴深掘りさせていただいたんですけど、まあどうやらちょっとあの内部進学で慶応に行かれてと、はい、でまあそこでちょっと大学時代塾にハマって今起業してると思うんですけど、まあうちと結構扱ってるというか、まあ層が違うじゃないですか。そうですね。うちはどっちかというと一般入試で、うん、まあ難関大とか、まあ今 E 判定とか D 判定だけど逆転合格する筆記試験でっていうのがメインなんですけど、はい、どっちかっていうと指定校推薦とかを、ね、まあ生徒さんでも見ていらっしゃるっていうところがあると思うので、はい、そのまあ違い、一般で受ける人とで指定校とか候補とかそういう推薦で受ける人の勉強法の違いというか、はい、一般で行くなら、まあ最後言ったら本番うまくいけば巻き返せる、うんうんうん。この前動画出てもらった人も、高3の4月に英語を捨てて東京理科大合格みたいな、はいはい、やばいですね。すごい英語捨てたんすかみたいなとかもあるのが一般入試、はいはいはい、ね、ただまあそれとはまた違って1年から の、勉強の取り組み方が大事だっていうところがあると思うので、うん、はい、まあ、その違いと指定校を狙うならもう今の時期これやっとかないとやばいよみたいなのをちょっとお聞きしたいなと思いまして、はいはい、高1から違いますか、もう。あ、違うと思います。あんまりこう、一般受験を考えている生徒さんというのを見ていないので、はい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 、ちょっと、そこはお聞きしたい部分があるんですけど、はいはい、指定校推薦で狙っていくような人は、はい、高校1年生の時期でもう評定をマジで狙いに行くと。じゃあもう、どっちかというと、高校選びから、もうその、どこに行けるかっていうのを見ながら選ぶんですか？あ、おっしゃる通りです。なので、まず、その、過去の、指定校推薦の実績っていうのは各高校ごとで出るんですか？で、その実績を見ながら、この大学に行きたいとか、いう意思を持って入ってくる子が結構多いんですよね。ああ、なるほど。もともと指定校推薦で行きたい。できるだけ楽をしたいっていう子たちが、うん、やっぱり多いので。なるほど。はい。だそれで言うと、こう、勉強意欲も、こう、一般受験の子に比べたら、高1の時点からある子が、多分多いんじゃないかなと思います。なるほど、なるほど、なるほど。はい。そうか。でももう定期テスト命。あ、そうですね。なるほど。その、ぶっちゃけテストだけなんですか？なんか、そういう内心というか。はいはい。これは各高校ごとでよって違って、はい、だって高校の偏差値が、まあ50以下、はい、まあ、毎社55以下ぐらいの人の高校っていうのは、ノート提出だったりとか、はいはいはい、ワーク提出、レポート提出っていうのもしっかり加味されてきます。はいはいはい、で、偏差値60ぐらいを超えてくると、はい、テスト1本。なるほど。もう、私立の自称進学校とか、あの、高校なんかは、もうテスト1本が多いですね。ああ、なるほどね。うん、で、もう偏差値70とかになってくると、逆にこう、一般の子たちが多いので、はいはい、なんかこう、指定校枠の人たちは人たちで、なんかこう、救いの制度があったりとか、はいはいはい、はい。というのが、ちょっとあるみたいな。ああ、確かにありますね。ありますね。あります。一般で受けるんやったらもう、その内心はみたいなのもなんか聞きますね。そうです。いいか悪いか別として。そうです。なんかまあ定期テストはまあまあまあとりあえずいいから勉強頑張ってしていこう欲しい人、手伝いみたいなのがちょっとあるのが。で聞きますね。そうですね。70以上とかいう感じ。あ、なるほどなるほど。ですね。じゃあそういう人が塾に来られるんですか？あ、そうです。僕の塾はそもそも一般受験の子っていうのを募集していなくて、はいはいはい、一般受験で入ってきたい人たちっていうのは、はい、僕の塾よりも絶対大手に行った方がいいと思ってるんですね。うん、でその理由が大きく2つあって、はい、1つ目が、各生徒ごとで受ける受験科目が違うから、はい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 、要はフォローの仕方が100万通りあると、はい、うん、で2つ目っていうのが、なんだっけ、あ、そうだ、お、素晴らしい。全然塾に関与してない人がヒント言ってくれたんですけど、そう、2つ目っていうのが、はい、大学の一般受験って情報力が結構命だと思ってるんですよね。どういう試験傾向が出てっていうのは各大学ごとで違いますし、うん、二次試験の問題対策とかも違う。確かにそうですね。でこういうのは要は大手が強いんですよね、はい、だからそういうのでいくと僕たちでフォローができるのは実習とにお尻叩き、そこはもう尻は死ぬほど叩くよ。で、そう、あの、直接じゃないですよ。笑ってるわよ。直接じゃないですけど、そう、ちゃんとこう圧をかけて、はいはいはい、ちゃんと勉強するシステムは整えてあげられるけど、でもそういう受験情報みたいなのに関してはやっぱちょっと弱いから、各高校ごとの対策っていうのは強いけど、まあ一般受験は他の高校に行ってくださいと、まあ、そういう風な理由から指定校推薦
薦しか、を、で行きたいっていう子たちしか、僕たちは見てないんですね。なるほど、なるほど。うん、なので、こう、指定校推薦の子が多いですね。はあはあ、それ、まあでも結構、その、指定校をメインで行くところって、はい、結構もうそこの椅子の取り合いなんですか、言ったら。そうです。申し上げた通りです。なので、例えば、学習院の枠が、2席ありますと。はい。慶応の枠が1席あります。はい。ってなった時に、みんなこう、慶応怖がって、学習院に集まると、はい、学習院の方がボーダーが高いみたいなのもあるんですよ。あ、もう、どこで選ぶんですか、そもそも。あ、そういうのは、開示してくれる高校としてくれない高校とあるんですけど、はい、開示してくれない高校は、もう、周りとの駆け引きになっています。そうです。だから、こう、もう他の生徒さんたちとの駆け引きもありながら、自分は評定 4.5 を握ってると。はい、で、周りは評定 4.6 から 4.3 ぐらいまでいると。はいはいはい。どの高校、どの大学に志願するか、これはもう駆け引きになります。あ、なるほど。で、最終的に評定が高い子が行くシステムになるので、はいはいはい、結局、4.6 の子が学習院に志望しました。自分 4.5 持ってます。怖いから学習院にしようって言ったら落ちるんです。でもその時に、慶応が、いっちゃえって 4.3 の人が慶応に進学して、自分に慶応に行ったら受かっちゃうみたいなこともあるんですよね。やっぱまあ、一応上から取るんですね。あ、そうなんです。あ、なるほど、なるほど。そうなんです。なので、まあ、駆け引きか。そうです。駆け引き、その学内の中での駆け引き。駆け引きをしながら、その枠を争っていくっていうのが指定校のやり方ですね。なんか研究室選びみたい。ああ、ゼミ選びとか。ああ、そうです、そうです、そうです。僕、それで、確かに牽制したな。僕は成績が良くなかったんですよ、はいはいはい、大学入ってもギリギリですし、院試、はいはい、合格もギリギリなんですよ。はいはい、もう、京大の中やったら全然賢くなかったんですけど、研究室見学で行ったとこが枠2なんですよ、はい、人が。あ、はいはいはい。まあ、他は大体4とか5なんですよ。はい、で、あんまり人気なさそうなんですけど、はいはいはい、ちょっと一応見学が4、5個できるみたいな行ったら、めっちゃ楽そうやし、先輩。教授もめっちゃフランクやったな、はいはい。ここを俺の成績で行くには誰にも言ったらあかんみたいな。で、仲いい友達らにも、あ、そういえばどこどこ行ったみたいやね、みたいな。はいはいはい、どうやったみたいな。はい、あ、でもなんかまあ、でも微妙かなみたいな。で、言ってますね。言って自分第一志望です。はいはいはい。まあそうですね。定期テストの駆け引きみたいですね。あ、そうです、そうです。っていうので。全然もう俺勉強してねえし、めちゃくちゃ勉強するタイプみたいな感じですね。でも勝ち取りましたね、あれは。あ、そうなんです、ね。そのおかげで在学中も仕事できましたから。はい、まあちょっと余談なんですけど。はい、何やったっけそう、指定校の枠争い。そう、指定校の枠争いね。はい、でも3年間の成績なんですよね。そうです。なので高校1年生の中間テストから関係があるので、はい、もうそれちょうどそれの3分の1。まあ、ちょっと比率は各校とこうやって、はいはい、またそれも違うんですけど、まあ、大体、まあ、3分の1、3分の1、3分の1。プラス自分の意思みたいなので、はいはいはい、総合的に決めるのが志望校、指定校推薦。質問してもいいですか？僕が。ああ、僕に、はいはい。いいですか？はい、それで言うと、指定校を、まあ、取る人は、そう、もちろん評定とかめちゃくちゃ気にするじゃないですか、取る人の段階から、はい。一般の人はほぼ気にしてないんですか？そうですね、逆にうちの指導で言うと、もうその学校の定期テストに乗っていくと間に合わないって子たちも多いので、うん、もうどれを捨てるかみたいな話になってますね。だから一応その、なんかまあ、先生に嫌われても良くないんで、はい、だからまあこの教科これぐらいにしといて、あとはもうこれをやろうとかっていうのは取捨選択。はいはいはい。それは高3の春に英語捨てろとは言わないんですけど、はい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 、僕自身も高1で生物、物理、化学全部やらされたんですけど、はい、生物はもう何もしなかったですね。あ、20点とか取ってました。あ、本当ですか。でも進学校だともう先生も分かってるんですよ、はいはい、もうみんなそこに最終受かればいいから、うん、だからその赤点とかもないし、はいはい、単位とかも誰も気にせんみたいな。ああ、そうなんですね。絶対取れるんですよ、基本的には。はいはいはい。まあ、今わかんないですけど。はい。なんでもそんな感じですね。真逆ですね、マジで。ああ、そうなんですね。そうです。それで言うと、指定校は、一般でも行っちゃおう。つって。そう。なんか、もちろん定期テストの勉強がベースですけど、はいはいはい、なんか、根本として、定期テストの勉強をしていれば、なんか一般も、ある程度は、はいはいはい、なんか、の位置には行くだろう、みたいな仮説もちょっとあるので。まあ、本来そうあるべきですからね。ね、学校の定期テスト全部ちゃんとやってきたら、そうなるっていうのが、本来の姿なので。そうです。まあ、でもそうか。なんか指定校は楽とかちょっと見下されたりとかあるじゃないですか。まあ某 TV さんで。ほんまにね、あの人。でもやっぱなんか高一から目標決めて、はい、そこに、はい、沿って頑張ったやったらそれぐらいええやろってなる。まあそうです ね。まあでも、こう、深くまで勉強しなくていいっていう面では楽っちゃ楽ですよ。まあまあ確かに確かに。で、途中でちょっとやばいってなった時って、はい、でもそうか、志望校別の対策がないから、そう、狙うところを落とせばいい。まあ落とすしかないんですか？あ、そうですね、おっしゃる通りです。だから、今現時点で、はい、まあ多分1学期の成績はもうすでに出てると思うんですよ、ね。はいはいはい。高1生でも。はいはい。そう、その1学期の成績を、まず4点台を絶対取る。
はいはいはい、5点満点中。で、4点台取れてきたら、あとは高2高3にかけて上げればいいよね、話になってくるので、まあ今の時期は予習型の勉強。あ、なるほど、ね。っていうのをやっていく。次の定期テストに備えて勉強する。はあはあ、で、定期テスト2週間前になったら、ガーッと行く。はい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 。で、その定期テスト終わった瞬間に次の定期テストの勉強。で、いうふうな感じなので、一般生に比べたら、高1生からコンスタントに勉強をし続けなきゃいけない。そう。ただ、1個あたりの勉強のボリューム量はそんなに多くない。なるほど。っていうのが、まあ特徴なのかなと思います。なるほどね。はい。じゃあ、まあどっちかというと、公立高校の入試に近いようなイメージなんですかね。あ、そうですね。はい。そんな感じだと思います。じゃあ、やっぱ部活はあんまり入らないことになるんですか？あ、部活は全然入っていいんです。これ、ちょっと一つ、仮説が立ってて。はいはいはい、はい。ですね。まあ、うちの生徒にちょっと実際にいるので、ちょっと非常に申し上げにくいことにはなるんですけど。はい、見ないようにしてます。部活をやってる子っていうのは部活以外の時間でしっかりと勉強時間を確保できるので、はい、そこに関しては部活を一生懸命やってれば二刀流で勉強ができるんですよね、はいはい、そこは、意外とメリハリがつく子が多いんですよ。あ、はい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 。ただバイトをやってる子、あ、でもいますよね。いますいます。でもちろんいろんな事情があってバイトをやってる子っていうのがいるので、はい、そこに関してはもうしょうがないっていう部分ももちろんあるんですけど、はい、ただやっぱりバイトを始めてしまうと、うん、高校生のバイトってすごく言い方悪いんですけど、こき使われちゃう。まあそうですね。バイト多いんですよね。確かに確かに。この日空いてる？はい、空いてます。この日空いてる？空いてます。勉強時間はありません。バイトなんで。っていうのが、ちょっと結構、あるあるある、うん、多くなっちゃうので、だからもしバイトをするんであれば、必ず勉強時間は確保するっていう約束を、絶対に自分の中で課してもらって、で、まあ、その上で全部頑張るっていうのでは全然いいんですけど、はいはいはい、まあ、結構あるのはバイトをやってるから勉強ができなくなっちゃうっていうケースはすごくよくあります。じゃあ、その、なんて言うでしょう。まあ、部活動をやってることが評価されるとかはまあないんですね。あ、あります、あります。あ、それはあるんですか？あります、あります。まあ、だから、その、指定校というわけではないんですけど、まあ、スポーツ推薦校とか。あ、そっちの方ですよね。はい、行くっていうのはありますね。まあ、総合型とかでもね、はい、まあ、出願資格のところで書けるとかって感じですね。そうです、そうです。まあ、そっちか、そっちか。はい、じゃあ、まあ、なんか部活頑張ってるし、みたいな忖度は、まあ、してる先生もいるかもしれないけど、はいはい、基本的にはまあ絶対評価。はい。まあ、相対評価になるのか。そうですね。どっちですか？圧倒的に相対評価です。あ、やっぱそう なので平均点との乖離で大体評定が決まるような感じです。なるほど。まあ、イメージとしてはみんなが取ってる平均点プラス25点で 5が来る、はいはい、でプラス15点ぐらいで4が来る、うん、平均点だと3みたいなイメージですか、ね、なるほどなるほど。でもまあどんどん平均が上がっていったりするわけではないんですね。そうですね。むしろ、高1生の最初はみんな頑張る子が多いんですけど、はいはいはい、高1の秋とかになってくるとみんなわかんねえってなってくるんでもう諦めちゃってもう一遍でいいやみたいな子が一定数やっぱいるんですよね。そうするとどっちかというと平均下がってくるんで、あ、指定校を狙う人にとってはチャンスみたいな。あ、なるほどなるほど。まあマラソンっすね。そうです。マジで受験マラソンって言いますけど、よりマラソンっすね。そうなんです。なるほど、ね、だからまあそれで言うと一番取るのが大変なのは高1の春、高2の春、高3の春、はい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 、そう、秋は比較的取りやすいっていう感じ。慣れてくるからね。そうか。そうなんや。まだやっぱそうですね。うちでも推薦それこそ総合型受ける人とかやっぱ併用の人はいるんですよ、うん、あ、はいはいはい、やっぱりそうだから、まあうちでもその志望理由書とかもやったりするんですけど、うんうん、すごいなんか真面目な生徒さんとかって逆に指定校っていう保険持っといてみたいな、うん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 、定期テストもちろんやるし、でも、はい、あの最終一般で受かるための戦略も欲しいですみたいな人もやっぱいますね。そうですね、はい、そうか。指定校、まあどうなんでしょう、年々やっぱ増えてますよね、その一般以外のところが、はい、なんかこの前記事で見たのが指定校が一般の枠を超えたみたいな、なんか 60% ぐらいがもう指定校みたいなのは読んだので、そうなんだ、まあ、だんだんこう楽を選ぶ人が多くなって、まあまあね、人と聞いたら楽そうじゃない確かにそうじゃない。そう、まあそう、だから闇の努力みたいなのを結構やってる人が、ね、まあ、指定校推薦には多いかなってイメージですね。やっぱまあ海外とかアメリカとかの入試に近寄ってくるんですかね。まあその指定校もそうやし、まあ、総合型もそうですし、試験一発がなくなりつつあるのかもしれない、はいはい、なくならないほしいですけど、はい、うちとしてはそうですね、はい、ということで、まあちょっと今回もうちのチャンネルでは初で扱った指定校推薦に関してっていうところをお話をお伺いしました。今オンラインはやってないっていうことなんですよね。そうですね、はい、なんですけど、はい、ちょっとまあ高校受験とかで、まあ高校生に関しては指定校の人だけやってるっていうところで、ちょっと、はい、そうですね。言ってもらってみたいな。なので、はい。まあ、4点を下回ってもう無理だなと思ったら、ポラリスアカデミアに行ってもらって、はい。あ、4点を回って指定校行けそうかもと思って、まあ、横浜市にお住まいだったら僕の塾に来てもらえれば、はい。いいんじゃないかなと思います。はい。概要欄に言われるはずです。あ、ぜひ。なんていう、イーロン。イーロン個別進学塾っていう。イーロン個別進学塾ですね。はい、個別指導塾になってます。はい。はい。
名前、ごめんなさい。名前は個別進学塾だ。名前は個別進学塾。あ、わかりました。進学だよって言ってるんですけど、あ、中身は個別指導塾。あ、なるほど、なるほど。個別指導だよって話です、ね。あ、わかりました、はい。ただ、生徒は結構比較的勉強力が高い子が、まあ、高そうですね、お伺いしてると。うん、なんで、ぜひちょっとチェックしてみてください。はい。はい。また、合計4本ですかね。うちのチャンネルで2本。で、ラオ先生の方で2本。コラボ動画が上がっておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい。はい。では、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。